こんにちは、ベンジです。夜回り3の続きをやっていきます。今商店街にいるんですけど、なんか黒いワンちゃんを追って虫ね黒いワンちゃんを追っていろいろ歩いてきてるとこです。で、ここのフェンスの鍵を手に入れたので、まあ、ここでもうそろそろ終盤でしょうと。いたいた、ワンちゃん。で、あのワンちゃんもちょっとなんか変なんだよな。たまに、なんか気持ち悪い姿に見えるんだよ。こっち行けるけど。毛だらけの新聞。たくさんの犬の毛がくっついている新聞。どこかのお家の庭で犬の歯型がついた死体が見つかったって書いてある。え、じゃあ犬が人を殺した、だから犬を殺した。まあそういうこともありえるか。犬は人を殺すからね、たまに。なんか危ない犬種ありますよね。ピットなんとかみたいな、ピットブルみたいなとかね、いろいろあったと思う。ドーベルマン、ドーベルマンって実はあんまりどう思うじゃないんだっけ、どうだっけ。この辺見覚えがある。さっき思い出した場所によく似てる。あ、さっきね。そういえば一日の話だったな。あの日、確かこの先で来たか、ここだったのか。行ってみよう。もう普通のとこすぎて全然、うわぁ、バキの家。早く、どこにいる、喋るな、ついてくるな。なんか、ゆずちゃん自分のこと思い出したよこれ。クソ、早く邪魔するな。うわ、それ死体入ってるって、間違いなく犬か人間の。なんでこんなに落書きが。ワンちゃん、いや、ワンちゃんが書いたわけではねえだろ。うわ、シャーレ神戸だ。この頭の大きさは、ゆずと一緒だね。人間だ、じゃあ。ああ、奥に犬の死体もあるね。これって、触んなよ。口に何か入ってる。触る気だこいつ。これは髪？触った。犬を信じるな。ほう、そんなこと言われたってさ、今まで犬に導かれてここまで来たんだよ。やべ、逃げる感じか。何が起きてるんだろう。ここにいちゃいけない気がする。そらそうだろうな。あ、早く逃げなきゃ。まあ、その犬は信じられないわな。逃げるってどこに？あ、ここ通れなくなってる。ああ、もう一本道か。信じちゃいけない。うわ。何ですか、それは。このお化けはワンちゃんだったんだ。ワンちゃんのために祈ろう。え、祈る？ああ、成仏してください。ワンちゃん、成仏してください。よし、この戦法を使えるわけだ。ワンちゃんのお化けが消えちゃった。消えちゃったって、消したんだろ。早くここから逃げた方がいいのかも。一旦商店街の入り口まで戻らなきゃ。え、同じ道のりでってこと？ってことだよね。こっちかな。多分ショートカットしようとしてもダメだと思うわ。で、こっちだったかな。
経験あるからこっちだわ。よいしょ。うわ、後ろから来てる。よし、消した。お、はあ、後ろから来てなかったよ。何かに後をつけられてる黒い犬かな。ならこっち行くの？こっちから来てないよね。あ、来てるわ。え？来てないよ。あ、石を使えるね。石がいっぱい落ちてるってことは石で撹乱しろっていうことだろうね。装備はしとこう。うぜえ。勝負してください。怖っ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 。よし、やったよ。目つぶってるのって怖いね。動けるだけまだマシか。よし、ここは通った覚えがある。そこは封鎖されてる。セーブできんの？十円玉がない？うわ、全部使った？やべえぞ。ここセーブしろって言ってるからね。後ろから来る？来ないでしょ。来た。やば、やば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 。お、いた。今度は本当にいた。ワンちゃん、やべえ、あんな親切にしてやったのに。あなたは一体。消えた。うわ、意外と可愛い声出すじゃん。なんか楽勝そうだよ。うわ、危な。うわ、危な。でも道を塞いでくれてる。よし。あれ、これ同じやつじゃん。こっちかな。ぐるぐる回ってるんだって。あ、今度そっち行けると。え、やば、祈ろう。よし、来ないような。ワンちゃんのために祈ってんだよ。今のはナイス判断だったわ。右、やっ、危な、走ってきそう。止まってるやつは走ってくるよ。こっちか。ふう、よし、だいぶリードしてる。まあ楽勝。走ってくるよ。どっちだ？こっち。わかりやすくていいわ。こいつが本体だよね。そっからの枝分かれのやつらなんだ。うわ、あー、ここだ。よし。もう目閉じる前から止まってるもんね。成仏してくれメンス。右へ。よし、 OK。 離したよ。おお、だいぶリードしてたってだけか。うるさいわね。こっち。同じ道をずっとぐるぐるしてんだよ。合ってんの？これ合ってるか。この祈る位置が
全然変わってるもんね。よし、終わったくせ。あ、今度これに対しても祈る。あー、ワンちゃん、これが人をかび殺して殺された犬なのかな。埋めてあげよう。よう触れんな。まあ優しい子よ。ああ、墓だ。黒いワンちゃんを埋めてあげた。ワンちゃんはずっと苦しんでいたのかも。こういう光景、いつか昔に見たことがある。え、埋めたのは初めてじゃない？でも、いつどこで見たんだろう。思い出せない。あれかな、飼い猫かな。飼い猫が実は死んでて、昔埋めたとかかな。今夜中に思い出せるのかな。何個してる。首輪とかかな。ああ、違う。なんだそれ、お札か。これは、汚れた絆創膏？マジかよ。私が転んですりむいた膝に誰かが貼ってくれたものだ。それ、剥がしたら捨てな。そうだ、これは昔私が持っていたもの。どうして忘れてしまったんだろう。え？土？土の温度を思い出した。土の温度。汚れた絆創膏。場所はここかな？いや、違うかもね。いつも違うかも。違うわ。学校の焼却炉。だね。うん。見覚えある。何してんの？なんか探してんの？ん？お姉さん？あら！あ！肝試しシーズ。肝試しシーズが帰ってきたよ。怒られんじゃん。ゆず。なんでここにいるの？お姉さんが、屋上から飛び降りて。ん？ゆず、何言ってるの？え？いや、見てないよ、そいつら。どうして僕たちを置いていったの？やっぱり責められる。これでいじめられるのか。ごめん、それは、置いてかないって約束したのに。麦が学校に入っちゃってたから。君の猫なんていなかったじゃん。意味わかんないし。ゆず、多分お化けに呪われたんだ。違う、本当に。近づかないでよ。呪いがうつる。あっち行けよ。そんな。ひどい。ああ、泣いちゃった、ゆず。かわいそう。泣いたって許さないから。ああ、死んだぞ、おめえら。ねえ、何この音。まさか、お化け。やばそうな音だね。本当に呪われてるんだ。逃げろ。ゆず置いて、まあ置いていくか。この状況。うわ、なんか来た。目閉じてるからあれだね。ねえねえ、聞こえてる？教えたでしょ、勇気が出る方法。
手の中の鈴を鳴らすんだ。さあ目を開けて。開けない開けないんだ。鈴は鳴ってる。あ、麦の声。あ、麦。麦だったの今喋ってたの。お姉さんだと思うんだけどな、あれ。そうだ、思い出した。落ちたお姉さんを探して屋上から降りてきた後、私へのいじめが始まった。あんまり思い出したくない。そうか、お姉さんのせいだったのか。それから麦が助けに来てくれたんだ。でもあの時誰かの声が聞こえた。誰の声だったんだろう。これじゃまだ呪いを解く方法がわからない。もっとちゃんと思い出さなきゃ。一度お家へ帰ろう。はあ、なんか新しいグッズもらえるかと思ったらもらえないね。もう完全に手詰まりだよ。どっかで思い出の品を見つけないとね。あれ？亀の甲羅あるけど、あれないね。貝殻。あ、これだ。この上に乗ってんの。ちっちゃいね。はい。じゃあ、今日はここまでにしましょうか。商店街。まあ、でかいと思ったけど、案外ちっちゃかったか。商店街からこっちとこっちあるね。で、こう、こっち海でしょ？だ、海と、あとこっち側に何かだね。商店街から行けるかな？いや、ここ広いからな。こことここかな。まあ、海だよね。海と、あと駅があったな。駅は、なんかここら辺？ここ多分駅。駅と海、次回行ってみましょうかね。はい。では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。